パン調理パンカレーパンカレーパンはカレーを具とする調理パンの一種である。決まった定義があるわけではないが、ほとんどの市販製品は衣をつけて揚げもしくは焼いて提供される。揚げたものはカレードーナツとも呼ばれるほか、揚げたものをカレーパン、焼いたものを焼きカレーパンと呼んで区別する店もある。内部に入れる具がキーマカレーのものもある。カレーライスのカレーよりは汁気が少なく、 必食時に垂れ落ちないような工夫がされている。人気のある惣菜パンであり、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどで大手メーカーの製品が販売されるほか、街のパン屋の名物商品となっている場合も多い。期限については、東京都江東区にあるメーカ堂2代目の中田豊次が1927年に実用新案に登録した洋食パンが元祖と言われることが多い。 同心案は、具の入ったパンを、カツレツのように揚げるという趣旨であり、カレーの言葉は全く含まれていないが、この開発時には、ちょうど関東大震災が起こり、店の建て直しを急いだ2代目が、洋食の2トップであるカレーとカツレツを取り入れたパンを、思いつき開発したのだ、と5代目主人は語っている。一方、練馬区のデンマークブロートでは、創業者がカレーパンを、発明したとしている。 こちらはまず、カレーサンドを発売し、後に揚げることを思いついている。このあたりは、洋食が普及しつつあり、あらゆる業者が同時並行的に、日本的洋食メニューを工夫していた、時代背景と共に解するべきである。また、大正5年に、新宿中村屋が迎えたインド独立運動カラス、ビハリボースが、同店に純インドカレーを伝え、これにヒントを得た。 相馬愛蔵によって発明されたという説も存在する。いずれの店も現在まで存在し、その味を伝え続けている。ありがとうございます。